こんにちは。さっきぶりです。ショールーム。一日に何回もやるのはね、ショールームイベントならではなので。イエーイ。キャッチフレーズします。はい、48グループ1の色白。AKB48 チームメイト、チーム AK2 の長野セリカです。セーリカーって呼んでください。セーリカー、よろしくお願いします。イエーイ。コンビニ行ってカリカリ梅を買うか悩んだんですけど、コンビニ行かなかった。朝行ったんですけどね、朝ローソンに行って、このノンシュガーのマウントレーニア飲んでおにぎり食べました。レッスンは終わりましたね。服かわいいよね。今日はこんな感じ、デニム。めっちゃシワシワになってる。デニムです。なんかもらったんですよ、かゆうで。タン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 。私あんまデニム履かないんですけど、履きました。もらったんで履いてみました。しかも今日初めて履いたんですけど、めっちゃサイズぴったりみたいな。さっき千織さん配信でも会いました。ご無沙汰、ご無沙汰、さっきぶりか。そう、お昼に千織さんと三宝さんと3人でね、しかもこのお部屋で配信してたんですけど、珍しい3人チーム A で一緒になって、ね、喋れるようになりました。めっちゃ面白いですよね、あのお二方。本当に面白いわちゃわちゃしてて。そうで、ランキング時間なくて読めなかったんですけど書きました。これ755に載せてるので見てください。はい、眠すぎて眠いんですけど、このカフェインでどうにか。着替えました。レッスン着だったんですよ、さっき。レッスン着だったんですけど、次は私服で臨む案件ですので、私服で臨みます。案件というか打ち合わせみたいな感じなんですけど、なので、はい、私服で。本当はさっきのショールームもこれでやりたかったんですけど、意外と時間なくて着替える、なのでね、着替えました。二度楽しめるというね何話そう。1時間ぐらいできるんですよ、この時間あって。にゃーん、めっちゃ可愛いよね、このトップス。レディアゼルのやつなんですけれども、やっぱレディアゼルは本当に可愛い。やっぱなんか好み、好みです。美容院のケープですか？違います、全然違います。確かにケープっぽい。ここのめくったノースリーブだからね、っていう。これがないと、これのおかげで腕が細く見えるっていうね。どれどれ、もうひたすらコメント読みます。携帯で配信してるんですけど、
レッスンして体力どうだった？いや、なんかめっちゃ疲れました。でも肝心のお手上げララバイ踊ってないんで、まだなんで不安です。コメント拾ってってきて、コメント待ってるよ。カウントよりコメント欲しいって感じだよね、私は。徐々に、そう、徐々にね。またもう今日はみんな揃ってレッスンしたんですけど、もう普通に一人で自主練来ます。また公演前に、いや、でも前日とか来れたら来ます。またでもちょっと怪我しないようにそーっと踊った最初は。でも振りとかは意外と覚えてまして、全然頭に入ってます。体で覚えてるって感じ。エイトの日のレッスンでレッスン場使えないんじゃない？それな。これからレッスン場混んでくるからね。でもいつから始まるんだろう。もうそろ始まると思うんですけど。いつだっけ？イベントあるし忙しくなるね。そうですね。なんかもうそれぞれ出演するイベントとかコンサートのセットリスト全部来たんですけど、もうどのイベントがどのセットリストっていうのが全然把握できてないんですけど、でも全部全然違う感じなので、メンバーも違うし、なのでちょっとねドキドキです。リップどこのやつ使ってますか？今日も私は毎回このポーチ出演してるよね、私のショールーヒンスです。私これ幼馴染の N ちゃんにもらってからもう毎日使ってる。これ本当に荒れないの、私唇に合いすぎて荒れないのよ。これがこんな感じです。荒れないのでよく使えます。しかもこういう風にちょっとなんていうの、平行じゃない、ちょっと上がってるんですね。これが塗りやすいんです。しかもちょっとくすんだ感じの色味で、まっちおすすめ。みんなに使ってほしいです。おすすめすぎる。じゃあ私のカバンの中身紹介してあげるはい、今日のバッグはこちら、じゃーんこちらです。で、中身はハンカチ、意識高い使ってます。こちらチームエイトとキティちゃんのコラボのハンカチで、あとはじゃん、汗拭きシート。ディズニーとコラボしてる、なんか一番これ安かったんですよね。めっちゃいい匂い。何の香り？石鹸の匂いです。これとあと日傘。なんか畳み方汚い。ちょっと畳み直そう。いや、なんかこれの袋なくしちゃって、このカバー
だから雨の日とか最悪びしょ濡れなんですけど、でしかもこの傘なんかめっちゃひっくり返るんですよ。失敗した。紫外線カット率 100% なのはいいんですけど、風強いんですね。なんかだから新しいの買います。そう、無地の真っ黒の日傘使ってます。はい、綺麗。こんな感じです。カバーないのも最悪だし、だから次も紫外線カット率 100% で、なおかつ丈夫、重くてもいいから丈夫で、あの畳みやすい、なんか3秒で畳める傘とかあって、そういうのをまあ見てるんですけど、まあ、そういうのを買いたいと思います。で次はこれ、お財布兼カードケース、コーチのやつ使っております。私お財布っていうか今日小銭とかお札持ってきてないんですけど、ここにこのチャックの中に鍵が入ってて、でこのカードの中にカード、クオカードとか銀行のカードとかが入っております。ここにもう全部詰まってる。めっちゃ貴重品これで、次はママが送ってくれた薬たち、龍角散ダイレクトとかも入っています。あとは予備のマスクとイヤホンと、これめっちゃ小さいんですけど、こんなに広いからいっぱい入ります。でポーチ、ちなみにポーチの中身はなんかハーブオイルみたいなやつと目薬だと充電器、パウダー、リップ、ミンティア、これヌルシップとコンシーラー、なんでここ入ってんのやろ、とこれアホ毛直しのやつですね、と、なんだこれ、くしと袋3円かかるんで、まあ3円もらっちゃうんですけど、いつも買うんですけど、なんか一応持ってます。ミンティアワンピース、そうなんです。最初ルフィのやつ買って食べてたんですけど、なくなったからチョッパーにしました。コンシーラー同じ？マジ？これどう思う？このコンシーラー、私はまああんまなんか分かんない、いいか悪いか分かんないんですけど使ってます。普通ね、普通ですよね。やっぱり普通とか言って、ね、紹介しといて普通っていうのはよくないけど、なんか別にめっちゃ感動するみたいな感じじゃないですよね。あ、まあ普通に隠れるなって感じとあとお茶で、さっきのなんかあれで水ももらいました。ヘアオイル使ったりする？あ、ヘアオイル私めっちゃ使います。なんかお風呂上がりのオイルはなんだっけ、お風呂上がりのオイルとヘアセットした時のオイル違うの使ってるんですけど、普通にお風呂上がりのやつはちょっと名前忘れたんですけど、なんだっけなんだっけ、お風呂上がりじゃないやつはリファのやつ、リファのオイルはママにもプレゼントしたんですけど、あの美容師さんが教えてくれて、あのなんかこんぐらいのサイズでヘアセットする前
に塗ったりとか、ヘアセットし終わった後も毛先とかに塗ったりしたら、その巻きとかの持ちがめっちゃ良くなります。リファのロックオイル、そうです、リファのロックオイル、なんかキープされるし程よい束感にもなりますし、マジでおすすめ。私はもうあれしか使いたくないですってぐらいおすすめ。本当にめちゃくちゃいい、私的に。あともう一個はここにレッスン着が入っております。今日はこちらで来ました。ミルボンも使ってたっけ。あ、ミルボンも使ってる。ミルボン、ミルボンがお風呂上がりだこれからももフラペチーノ飲みに行く、セリちゃんより早いって言ってるけど負けた。いや飲みたいな。でも今日これ飲んだから悩む、どう思います？飲んでいいかな。今日は小荷物じゃないね。そうなのよ、これだけだったらまだプチ小荷物なんですけど、レッスン着があったんで小荷物になれなかった。この前飲んだよ、美味しそう本当に。飲み終わった。ああ、お仕事頑張ったって時のも、今日頑張ったなら今日のも。今日頑張、まあこれから頑張るわ。でもレッスン頑張った気がする。なんか。お仕事なんですけど、今日も一応なんていうの、めっちゃがっつりなんかその皆さんになんかお披露目するようなレッスンとか、こう内側で頑張るような、事務所内で頑張るようなお仕事だから、どうなんだろう。なんか私的にもう頑張ったってなるのは、こうイベント終わりとか、こう公演終わりとか、その本当に皆さんと会った後、全力尽くした後のあれが頑張ったーってなるんですね。なんかさ、空いてたら、スタバが混んでたら行きませんけど、帰りに空いてたら飲みます並ぶの嫌なんで、ちょっと お昼に作法と千代に挟まれて頑張ってたような頑張ってはないですけどあの大先輩ですので、おの年上で、あの先輩なので、あのめっちゃ気遣いましたメロンの時すぐ売り切れた。あ、ね、そうみたい。メロン、あ、ビター、爪折れる。なんかメロンの時は初日に飲んだんですよ。なので、あのだから売り切れとかあれだったんですけど、桃は初日飲めてないので、もう今日飲んだ方がいいか。じゃあ今日飲もう。セリカちゃんも後輩増えたわね。そうだって、もう私8周年迎えて9年目なんですよ。なんか全然まだ8自体が結構後輩のイメージが強かったので、昔めっちゃ下のチームって感じだったから、あのなんていうの、あんまりあれね、フレッシュな感じが
残ってたと思うんですけど、なんか何年いるのみたいな聞かれて、今9年目ですって言ったら、あ、結構いるねみたいな感じに言われるんですよ。もうベテランやんみたいな。だからギャップすごいよね。いる年数と8のイメージのこのギャップがすごいんですよ、やっぱ。なんかね、8って未だにフレッシュ感出してくる、出してくる出してないんですけど、なんかねなんだろうね、なんか8って感じで47の素敵な街へとか踊るとなんかフレッシューってなるよねなんか自分でも思う、なんかチーム、なんだろうね、8の中でも後輩増えたので、まあそりゃそうですよね。もっと先輩の方、あ、そう、なんかチーム4の時は、あのチーム4も、村山チーム4の時は、あの同期チーム8も4に多かったし、後輩の方も結構多かったんですよ。で先輩がめちゃ少ないなっていう印象だったんですけど、今回の向井地チーム A はなんかほとんど先輩な気がする。同期の8もこの前の村山チーム4よりは少ないし、先輩だからほとんど敬語でお話しする方の方が多いので、なので、あの全然違いますね、雰囲気が。でもめっちゃ過ごしやすいですけど、はい。スチーム4めっちゃフレッシュって感じだった。チーム A ベテラン多いね。斉藤春菜さんだけ若い。ああ若い、確かに結構後輩だけど私より年上みたいなメンバーもいるし、チャケとかね、あと確かにエリーちゃんも2個下とかなのかな。でも基本的に全然めっちゃ学生ですみたいな人いないかもしれない。平均年齢は高いと思いますね、チーム A は。15時半だったら教えてください。チーム A で話せてないメンバー、誰だろう。まあ、一通り喋ります。吉橋ちゃん、ゆずっちはあの岡本太郎さん好き同士なんでめっちゃ喋ります。4でも一緒だったし。あー、道枝ちゃん、さきぽんも喋ります。めっちゃ声かわいい。前回の A 公演で楽屋で喋った。せいちゃんのダンスかっこいいです。イエーイ。そう、ハータンお休みしてた。そう、ハータンが一番喋ってないかもしれない。でもめちゃくちゃ可愛いめちゃ可愛い。オンさんとかは、ミオンさんは喋りますね。あのコロナ自粛中にオンライン麻雀しました、一緒に。ジャン玉で。めっちゃ楽しかった3回戦ぐらいした気がする。
チャケのパフォーマンスいいよね。めっちゃ歌うまいよね。チャケ、チャケちゃん、チャケ。ゆずっちもめっちゃ歌、声綺麗、好きです。こみちゃんとかは話すの三上しやけど、あこみさんも話します。それこそ99人の壁の収録の時に話してました。ワンピーストーク。でも三時好きって言ってて、私もまあ最近。サンジいいなと思ってたのでめっちゃ共感しました。はい。でもコミさんと公演一緒に出たことないので、あの次24日一緒に出れるので楽しみです。コミさんめっちゃ可愛いよね。目キラキラしてる。印象、コミさんの印象めっちゃインスタグラム可愛い。誰かな。マチャリン、あマチャリンはよくダンスを一緒にしますね。一緒に揃えたりとかします。ハマちゃんと連絡取ってますか。さやな連絡取りますね、定期的に。でも稽古で忙しそうなんですよさやな。だからまあっていうか、あのももちゃん、大西ももかちゃんと浜さやなちゃんと私の3人のグループラインがあって、それで会話します。普通に電話したりもします。みゆちゃんが昨日せいちゃんに会えて喜んでたよ。そうなの、昨日私あのみゆに会えたんです。なんかあの私5部から8部までだったので、お話し会がで、その後すぐに、まあ、帰ってもよかったんですけど、ショールーム配信をしてたのね、その会場、お話し会会場で。でそれ終わってキューブの人たちが終わるタイミングで、私もまあショールーム終わって、でなんか普通に携帯触ってたらミユがセリコみたいになって、うわーみたいになって、あの本当に昨日ミユに会えたのは私もめっちゃ嬉しかったです。喋りました、いっぱい。なんかおすすめのアニメめっちゃ教えてもらった。五等分の花嫁面白いんだって。だからワンピースのお仕事終わったら見ます。マジ感動の再会。いや本当になんか定期的にご飯とか行くんですけど、あそれこそ私コロナでね、もうずっと休んでて、しかもコロナ明けも大阪帰ってたりとかして、本当にメンバーに会ってなかったので、本当にお話し会の時にメンバーに会えたのは本当に歓喜。マジみんな久しぶりみたいな、体調大丈夫みたいな、いや全然大丈夫だったよみたいな、なんかそういう会話ねが繰り広げられて、五等分の花嫁面白かったなってきてる。あ面白いんや。なんか面白いって聞いたことある、誰か言ってた、 YouTuber の人が言ってた。初訪問多いね、やっぱ。本田警察とは話す言い方よ。ひーちゃんは話しますよ、もちろん。
なるみも見てるらしい、五等分って。なるみって言い方ちょっと違和感ある。なる。最初なるちゃんって呼んでたけど、なんかなるって呼んでほしいって昔ね言われて、でずっとなるですね。なるみって言われるのあんまりみたいなこと聞いたんですよ。だからみんな、だからなるって言う人が多いじゃないですか。だからなるみって言ったら一瞬んってなるっていうね。それぐらいなるが浸透している私の中で。なるは昨日隣でした、お話し会。隣のレーンっていうか隣でした。クラノンさん呼びかなるちゃん呼びどっちがいいかな。でもクラノンさんってなんかすごい名前が印象的っていうか、めっちゃいい名前じゃないですか。クラノンさんもいいよね。なんでさん付けなのかちょっとわかんないんですけど、クラノンさんかなるちゃん、なるさんでいいんじゃない、間を取って何の間かわからんけど呼びやすい。なんかエイトっていうか普通にこう AKB に入って名字見たことのない名字の方が多くてびっくりした。仰天とか、あと誰だろう、みともちゃんとかね。クラノンさん、下尾さんって呼ぶけど長野さんって呼んだことない。長野さん、あのもう一人いるから、めぐみんか長野と同じ名字だから、あんまりもう本当にスタッフさんもセリちゃんとか下の名前で呼ばれることが多いから、それもあって私があんま長野っていう感覚がないから、長野さんって言われてもちょっと反応に時間かかるかもしれない。せいかさんって言ったらもう一瞬ではいって言えるけど、長野さんって言われたらちょっと間があるね。あ、私のことかみたいな感じになる。下の名前で呼ばれすぎて、下の名前がいいですけど呼んでいただくなら。私前も言ったけど長野さん感なくない、自分でなんか長野って感じじゃないと思う、なんとなく分からんけど自分で。言いたいことは分かります、分かってくれる？っていうかめっちゃ肌がかゆい、こっちの腕もかゆいし、めっちゃかきすぎてやばい、乾燥してんのかも。なんか保湿できるのないよね。いや保湿、乾燥してる。いや長乗ってる長乗ってるって何。あ、桃フラペチーノ美味しい、だって美味しそう。知り合いで長野さん呼びしてる人いるから長野さん感あるよ俺は、って。マジ今日は事務所。そうです、小栗ゆいちゃんのことなんて呼んでんの、ゆいゆいかな。うん、ゆいゆいですね。ゆいゆいはめっちゃゆいゆいって感じだよね、昔から。ももちゃん大西っていうね。ああ、大西って、私はあんまり呼ばないけど、ももちゃんって呼んじゃうね。みんな大西っていうよね、自分でも大西って言ってるし。ももちゃんですね。
おもろ、メンバーの呼び方面白いね。人によってね全然違う。もぎさんはもぎさん、あ、もぎさんですね。でももぎさんとあんま喋る機会ないんですよね私。ユーナーもぎおんさんだったらユーナーおんさんとはねおしゃべりするんですけど、うん、永田真由美ちゃん噛んだことある？ありますよ。可愛い。チームとか全然違うけど可愛くて喋ります。ワンピースイベントあるね。そうなんです。お話し会でめっちゃワンピースのお仕事おめでとうって言ってくれる方多くてめっちゃ嬉しかった。あくび映った、マジ？あくび映っちゃう、映っちゃった。じゃなんか99人の壁の収録終わってなんか燃え尽きて、昨日も今日もまだワンピースに触れてないんでやばい。もうそろそろもう一回ワンピースブームっていうかずっとブームですけど集中モード入らないとやばい。土曜日、そうです、楽しみ。クイズみたいなのするんですけど、なんかそのスタッフさんにマジでクイズレベル違いすぎて多分めっちゃ難しいらしいですみたいな言われて、えみたいな。99人の壁もむっちゃ難かったんですよ、うんみたいな感じだったんでちょっとだいぶやばいんですけど、でも分かんなくても、まあ、好きなもんは好きだからもういいかと思って楽しみます。メンバーの中だと誰が一番できた？で私はでも何回か書きなんかいろいろなんかいろいろいろんな種類書きがあったり早押しがあったりとかいろいろあったんですけど、一番ね答えれたと思います。いやでも分かんない、みんな一緒ぐらい。でもあの前回の99人の壁の時は私が一番詳しい自信はあったんですけど、問題の「そこ来る」みたいなとこだったので、まあ、ちょっとね難かったんですけど、でも難かったんですけどむっちゃ楽しくて、もうなんかなんて言うんだろう、ワンピース好きな人しかいないからあそこの空間に、ほんと楽しかった。そう、放送8月6日やっけ。そうです、お楽しみに。誕生日に放送なんや。そうです。悪魔の実なら何食べたいですか？悪魔の実ね、たまにそのね質問
きますけど毎回めっちゃ悩む。なあ、携帯は向こうにあるみたいな、でそれでウェーって手伸ばして撮れるみたいな。運動不足になると思うんですけどね。あと何があるかな。すでに色白の実食べてるやんって聞いて。でも色白の実ってこう攻撃するにあたってこう何になるんだろうっていう。眩しい的な、あ発根して弱っ。そんなんサングラスかけたらもう弱っ。私もなんなら紫外線に弱そうな身。確かに日焼けしたら、お色白の身食べても一生日焼けしないみたいな。色白いのは七段隠すと昔から言うよ。へえ。でも確かになんか白いと羨ましいってよく言われてきましたね昔から。かゆい。白い壁と同化した相手を惑わす。ああ、弱いのよ。攻撃できないよね。白の実食べたところでなんかね、赤犬みたいにさ、マグマグの実でこうマグマでも相手をもう燃やすみたいな、もうマグマでも誰ももう無理みたいな、そんなんがないんですよね。確かにあくび映る。一人だからね。しかも朝早かったんですよね意外と今日。しかも昨日の夜私マジで疲れ果てすぎてお風呂入る前に寝てしまって、3時ぐらいに起きてお風呂入ってまた寝たんですけど、しかもお風呂上がり寝たのはいいんですけど、なんかめっちゃ変な夢見て、何の夢だっけ、なんか海の上を散歩してて、海の上散歩してるんだけど波がめちゃくちゃ強くて、こういううわーみたいなってなってて、でなんか青い鳥、綺麗な青い鳥見つけて、うわー綺麗って言ってたらもっと波が強くなって、うわーみたいな。でなんか無事に海岸にたどり着いて、でそっからなんかホテルで休憩するか遊びに行くかどっちにしますかみたいな。で私はその時ホテルで休憩するを選んだんですけど、あの遊びに行った人たちがなんか写真送ってきて、うわ行けばよかったみたいな。でもなんかその後に結局私たちっていうか私も出かけたんですよね。でなんかアラーム鳴ってたんですけど、その時よしじゃあこの音楽に合わせてなんかやろうみたいな感じで思ってたら目覚ましで起きたっていう。なんかわかるこの変な夢、めっちゃ変でしょ。
もいろんな人出てきた、メンバーも出てきたし、卒業したメンバーも出てきたし、スタッフさんとか、あの友達とか、私の知ってる人みんなほとんど出てきた。不思議。しかもみんな青いパーカー着てて、え、こ、そう私は着てなかったんですけど、めっちゃ、そうで、なんか写真撮ってるのはみんな青いパーカーで、でも青いパーカー着てない人もいた。めっちゃ変な夢、ちょっとキモいかも。青い鳥に青いパーカー、そう青いのよ、そうその夢出たかった出たところでよ、本当に。夢占い的にどんな感じなんやろ。確かになんか調べようなくない、この夢って。青は平和とか、へー、そうなの。ファンも出てきたらすごいな。確かにファンの人は出てこなかったなんか身内みたいな感じ。メンバーが出てきたのはお話し会の夜だったからっていうのと、まあ、普通に身内はまだねあれですけどね、っていう。不思議。でも青い鳥めっちゃ綺麗だった、夢の中でも。なんか青い鳥がいて、床っていうか海のなんか綺麗な海は心の安定らしい。そうなん、綺麗だった、綺麗で、でなんか黄色いなんていうの、塊にお花がめっちゃ咲いてて、そこに青い鳥がいた。でわあ綺麗ってなって、で後でホテル戻った時に、あの写真撮ればよかったって後悔してたっていうでもめっちゃ波が強くて、その時うわーみたいな感じだったから、でも急に海岸に行ったからでも青い鳥は幸せがやってくるらしい。そうなん、めっちゃいいんちゃう。そしたらどんな鳥かめっちゃ気になる。え、なんかこういうチョコンみたいな小さめ、こんぐらいで、なんかこういうもっと黄色いこういう感じのところにチョコンみたいな、でこの辺にお花めっちゃ咲いてんの、なんかめっちゃ綺麗だな。鼻がめっちゃ高くてこういう感じで、足がちょっと長い、フラミンゴみたいな感じの鳥バージョン。ちょっとキモなんかめっちゃちっちゃい感じ、スズメの一回り大きいぐらいのサイズです。スマホ持っていたのかな。でその時スマホ持ってなくて、前を歩いてた誰かにも預けてたんですよ、スマホ。いい夢だったんだ。そしたら でホテルで休んでたんですけど、そのホテルもめっちゃ豪華なホテルだった。なんかそう、めっちゃ覚えてる。いつも夢なんて覚えてないのにね、めっちゃ覚えてる。しかもアラーム鳴ってんのに、そのアラームがなんかその夢の中の音楽だと思ってだからね、なんかそれ、そう、っていうあんま夢見ても覚えてないし、熟睡タイプなんでいつもだから夢も見ないんですけど、昨日の夜、夜中、久
久しぶりに見て、めっちゃ眠り浅くてだから見たんですけど、めっちゃ眠い今。眠い。なんか本当にメイクするか悩んだんですけど、でも今日はショールーム合間にしたいからと思ってしましたけど、でもめっちゃ踊ったから撮れてるし、メイク直し動画、まあ、コンシーラーぐらいしかないし、もうね、お腹すいたな。今日は私は朝ローソン行ってこのコーヒーとおにぎり、卵黄醤油漬けみたいなおにぎりとわかめご飯のおにぎりを買って、でこれ今飲んで、卵黄おにぎりはレッスン始まる前に食べて、でわかめご飯はさっき食べたんですけど、お腹すきました。最近なんか16時間空腹の時間空けてとか言ってるんですけど、今日は全然空いてなかった。10時間ぐらいしか空いてなかった気がする。いや12時間は空いてる。いや10時間ぐらいか。最近ゆで卵食べてる。最近は食べてますね。でも食べてないことはないんですけど、コンビニになんか煮卵が売ってて、煮卵買っちゃうかも。なんか皮むくのめんどくさい現象が起きて、だから煮卵買って煮卵食べたことある最近。でもコンビニも結構久しぶりかも。お仕事始まってからコンビニやっと行った感じ。あ、そう、コロナ自粛明けてからか。お腹すいた。あ、誰か来た。大丈夫。あ、どうも。無事、無事でした。え、今何時ですか？ちなみに。めっちゃループしてた。あ、嘘。あ、誰が来た？ループしてた。22分。あ、あと8分したらランキング読みます。結構壁薄いね、この会議室。隣の声めっちゃ聞こえてくる。私の声も聞こえてるのかな。何の話してたっけ。夢の話、夢の話して、あ、ご飯の話して、今日の服で自撮りしといてね。はい。青い鳥の話したね。めっちゃ綺麗だったんです。その下に咲いてるお花もめっちゃ綺麗でした。かゆい。蚊に刺されてはいないんですけど。何話そう。検索するといっぱい出てくる青い鳥夢占い。あ、マジ？でもいい夢そうだったので、皆さんのコメントを聞く限り。なのでね、お腹すいた。お腹すきすぎ。おお、こうした方がいいか。今ティッシュの上に携
携帯のスタンドを置いてやってるんですけど、不安定です。とてもイベント中配信多くて嬉しい。そうです、なんか全然私は小刻みにやったりとか、星投げここにしてくださいとか今回やってないけど、せっかくね参加したからね、配信の回数ぐらいは多くしたいなって思っております。空き時間とかね。なのでいつもは結構私8時からとかやるんですけど、20時とかなんですけど、あのこの期間はいろんな時間にやります。以前やったタロット占い当たりそうかな。トップ目、トップ目取れるかな。中田かなさんがタロット占いしてくれたやつ、今日はこれで終わり。そうですね、まあ一応今日は終わりかもしれない。明日もやります。明日は何時にやるか分かりません。できるときにやります。偉い人がなんたらみたいな感じだっけ。あ、そう、中田かなさんのタロット占いは偉い人についていかないようにみたいな言われたの。全然ついていくようなあれもないんで、なんもないですね。あ、終わりかってきて。そう、次30分になったらランキング読んで、アフタートーク40分までして終わります。セリちゃん騙されなさそうってきてる。どう思います？騙されたことないから分かんないです。騙されることあるかな。私心配ってきてる。騙されたことないですけど、ね、今んとこ。どういう感じだと思います？警戒心強そう。あー、でもそうかも。騙されても気づかなそう。それな、そうなんですよ。気づいてないだけ。騙されたことあんのかな。ないと思いますけどね。なんか周りに多分騙すような人いないと思います。環境的に結構人に恵まれるというか、あんまね、変な人と関わったことない。変やなと思ったら話さないんでですね、今んとこ。まあでもこれが環境変わったりとかしたらね、いろいろね変わってきそうですけどね。今はさ、いいじゃないですか、この周りの人たちが。ファンの人も言い方ばっかりだし、ほんと今日も逃げれるようにスニーカーなの。今日はサンダル、去年履いてたやつ。これぺったんこなんで、逃げようと思えば逃げれます。ぺったんこサンダルです。ぺったんこっていうか、厚底ぺったんサンダルみたいな感じ。逃げれるっちゃ逃げれます。
そんじゃあね、そろそろランキング読みます。13位、ケイアット、セリちゃん今日の服かわいいね、さんありがとうございます。書いてないけど。12位、 M さんアット、仕事中に癒された、さんありがとうございます。よかったです。11位、ヨッシーアット、セリちゃんこれおいしい、おいしいよ、そうなんだ、さんありがとうございます。書いてないけど、ちょっと待ってね。10位、小林千里、受刑者イベ中アット、セリちゃんのネイルかわいいね、さんありがとうございます。書いてないけど。9位、ゆいこアット、セリちゃんレッスンお疲れ様、さんありがとうございます。書いてないけど。8位、まさのぶアット、このあと桃フラペチーノ飲むの、飲みたいです、そうなんだ、さんありがとうございます。書いてないけど。7位、ムバラックアット、ヒーヤン笑顔のきっかけ隊、セレちゃんかわいい、さんありがとうございます。書いてないけど。6位、コタローアット、セイちゃんプライベートメールいつも楽しく読んでるよ、さんありがとうございます。書いてないけど。5位、よしアット、セイちゃん明日の配信も見るよ、さんありがとうございます。書いてないけど。4位、萌えアット、セリちゃん生誕祭楽しみだね、さんありがとうございます。書いてないけど。3位、コーコーアット、セリちゃんのお話し会楽しかった、さんありがとうございます。書いてないけど。2位、アワジの黒ひょうアット、チーム A の若手セリちゃん頑張れ、さんありがとうございます。頑張るんば。そして1位は7番目のおんさんアット、セリカのショールームはいつも楽しすぎます、さんありがとうございます。書いてないけど。はい、今日もありがとうございます。じゃあ40分までアフタートークして終わりたいと思います。はい、次は何の配信しようかな。質問募集系と、あと何やろ、料理とか、あとは何だろう、カラオケ、カラオケはします、期間中に。あとは何だろう、食べたり飲んだり、お酒は飲まないですけど、あと何だろう、まあ空き時間にやってみたり、ワンピースの配信とかね。何を話すんだって感じだけど、あ、コラボ、これってさ、コラボできるんだっけ。なんかももちゃんとコラボしようって話してたんですけど、コラボできるならコラボしたい。普通に画面半分で終わってるさ、コラボできるの。セリカちゃんからワンピクイズとか出してほしい。やりたい、いいね、コラボ OK らしいよ。あ、じゃあ誘うわ、ももちゃん。
両耳オンライン会議聞いてるふりして片耳だけショールーム聞いてるめっちゃ混ざらん そろそろ荒牧美咲ちゃんとコラボってきてる。したい。全然会えてないな。いろいろその都度木曜日、木曜日か金曜日は結構何回か配信できるので、その時に特殊な配信したいなと思いますね。コラボできるならメンバーといっぱいコラボしたい。ぜひレッスンの合間とかに一緒にやったりね、そういう感じのこともしたいなと思います。またゲリラ配信みたいな急に始めるような感じになるかもしれないんですけど、まあよかったら見てください。明日何時くらい配信？明日めっちゃ未定です。未定すぎる。お洋服かわいい、遅れ毛かわいいって。なんかパサパサなんですよ今。さっきみたいにみんなで同時配信も楽しかった。ああ楽しかった。しかもさっきなんて初めてやったからね、しおりさんとさほさんと。こういうイベントの時じゃないとねできないようなことなので楽しかったです。今何分ですか？夏だから怖い話も聞きたい。怖い話？ないなあんまり。38分。了解。頭重いなってきてる頭、確かにこれちょっと頭重い人みたいになるよね。頭は重いですよ。でもこれは私こう顎のせるの好きなんですよ。こうやって後輩感のセリちゃん可愛かった。てかめっちゃ気使ってる感じあったでしょ私もうすぐ劇場デビュー8周年だから。そうなんや。劇場公演の思い出とか。おお。いつだ劇場公演デビュー。いつだっけ。 SKE さんの劇場が初めてパーティー公演。8月5日じゃないときちゃう。そうなんや。そっかそっか。過去の写真と振り返り。ああ面白そう。確かに
まあ、2週間ちょいあるんでゆっくり楽しみましょう。そんじゃあね、そろそろ終わります。今日も見てくださってありがとうございました。また明日できる時にしますので見てください。明後日はいっぱいできます、多分今んとこ。なのでお楽しみに。ありがとうございました。プラメ送りますし、インスタ更新しますので見てください。ありがとうございました。この後もお仕事頑張る皆さんも、じゃあねー。